とっととやれ。これから映し出される赤レンジャー。なんでどう。何ここ。のくす玉がびっくりもろとも爆発する仕掛けだったなんて。じゃああなたたちが答えなかったのは万が一にもびっくりにされた人たちに被害が及ばないように。関係ない。どうせ何と答えだって奴は正解にはしねえや。そんなクイズ考えるのも面倒だしな。そうそう。よし。でもクイズに正解しないで、あいつにピンポーンって言わせなきゃならないのよ。には思いつかないかもね。時間終了。クイズを再開するよ。はあ、お前が全問正解したら俺たち全…何バカなこと。大丈夫、お姉さんたちに任せときなさい。ルカ、カイン。でもこんな形でごめん。僕はルカのために夢中になってお金を稼いでることを残虐に知られて利用されたんだ。無理だよ、この鎖は切れない。変だと思った。8000億ザギンも稼いだの。僕は何より構わずお金になることは何でもした。君の夢を叶えたくて。カイン、こんな状態で言うかな。答えをくれないか。宇宙の全てを買い取ってやるんだって。お前の仲間はもう死んだ。お前も奴らを追って地獄に落ちろ。嘘、嘘よ、そんなはずない。残念だが、お前の仲間たちを乗せた船が大爆発して夜空に散るのを俺はこの目で確かに見届けた。そんな、マーベラス、みんな大丈夫ですか。大丈夫ですか。いけるな、ルカ。当然。レーザーブレード。こちらギャバ、例の海賊どもを逮捕しました。処刑の準備を。やだよ。彼らの海賊行為とはどんなことですか。それこそがこの宇宙最大の悪であり、即時処刑に値するんだ。しかしそこまでもがバスコの計算だった。マーベラス、大丈夫。ちょっと縛られてるけど、みんな無事。こいつら4人と控えに、あの日俺が手に入れるはずだったものを全部よこしな。また他の手考えるし。ああ、こいつら残虐に言っちゃうよ。せめて賞金くらい欲しいもん。と熱烈な視線。宇宙最大の宝を手に入れるのはあいつの夢だ。大事な人との約束なんだ。いいじゃね。そうね、あんたの言う通りだわ。ねえバスコ、
私を雇わない？え？ルカさん？だって死にたくないもん。だったら私は命を取ってマーベラスを捨てる。することあんの？うっかり信じた相手が俺みたいなやつだったらいろんなもの失っちゃうよ。そいつら牢屋にぶち込んどいて。おい、ちょ、うわっ、信じることを損得で考える人がいるなんて。そうなる前に私たちがここから逃げる、それしかないね。ねえ博士、こんなことして本当に、お猿さんがバカバカしい。いや、あの猿をよく追い払った。え？思った以上にきつい。おっ、か、あ、足。あ、博士、どいて。結構頑張ったな。楽しませてもらったわ。来た来た来た。だってさ、よかったな。マーベラス。私たちが気づかなかったらどうするつもりだったの？あいついるはずだ。マーベラス！お兄さん？マーベラスさん！とっとと起きな！いい蹴りだ。何めちゃしてん、さっばーか。